マッチ棒パズル。正しい等式を作る脳トレが全部で6問、おまけ問題付きです。では始めましょう。第1問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は9-8=1となり、正しい式になりました。第2問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は6-0=6となり、正しい式になりました。第3問、記号を1本動かして正しい等式にしてください。正解は20-4=16となり、正しい式になりました。第4問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は3-5=6-8=-2となり、正しい式になりました。第5問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。
正解は7-0+2=9となり、正しい式になりました。第6問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は20+36=8×7=56となり、正しい式になりました。おまけ問題です。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお、他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。